日本選手権では3位、3レーンデニス・ミッチェル、アトランタオリンピックは4位でした。銅メダリストとは同タイムでしたが、わずかに及ばず4位。4レーンフランク・フレデリクス、ナミビア、アトランタオリンピック銀メダル、 200m でもマイケル・ジョンソンに次いで銀メダルでした。5レーンにドノバン・ベイリーが走ります。世界記録保持者、その世界記録はアトランタオリンピックの決勝でマークしましたゴールドメダリスト、ドノバン・ベイリー、カナダ。そして6レーンです。今日の主役はこの人かもしれません、カール・ルイス。オリンピック走り幅跳び4大会連続の金メダル。 100m への出場はありませんでした、カール・ルイス、アメリカ、6レーンです。7レーンには和製ルイスとも言われております、朝原信治が走ります。 100m では準決勝まで行きました、惜しくも5位、決勝進出はなりませんでした。そして走り幅跳びにも出場、 400m リレーにも出ました、朝原信治、第7レーンです。今場内では英語で各選手の紹介がなされているところです。カール・ルイスの名前がコールされました。35歳カール・ルイス、91年東京、この国立競技場のトラックで見事に金メダルを獲得しました。世界選手権思い出の国立競技場です。続いてルイスを尊敬する朝原7レーンと、そしてその後井上がこれから紹介されるところですが、さあ一体誰の話から切り出そうかというのは、もうこれ有森さん誰からいきますか。やはりルイス、ルイス、はい、ルイスということですが、どうでしょう渡部さん、ルイスが実際にですね、今年ベイリーと勝負して勝ったこともあるんですよね。そうですね、はい、ですからあの後半の爆発力が出るかどうか、はい、でスタートはですね、フレデリクスとミッチェルだと思います、はい、でベイリーとルイスは遅れて出ます。ベイリー、ルイスは追い上げていくか、はい、4レーンにフレデリクスです。5レーンベイリー、世界記録保持者、ゴールドメダリスト。何レーンに注目しましょうか。ルイスを注目する人は6レーンです。ただ一人出現した名スプリンターフレデリクス。さあスローです。ミッチェルがいいスタート切りましたね、はい、3レーンのミッチェル、はい、しかしここでフレデリクス冷静にこう中盤行ってますね、はい、ベイリーにあのアトランタの時の伸びがありませんでしたね、はい、で朝原がよく頑張ってますよ、はい、朝原4着、ルイスは5着か、はい、5着ですよ、5着か6着かというところです。スタートを奪ったのはミッチェル。ミッチェルがいいですね、ただちょっと良すぎただけにちょっと硬くなりましたね。それと同時にフレデリクスがもう非常に伸びやかなストライドを見せてます、はい、これはグッドストライドっていうんですね。非常にいいです、伸びやかです。こういうレース展開がですねオリンピックの決勝でしたら非常に彼の勝算があったと思うんですけどね、はい、ただしかしあの時はフレデリクスも勝ったかなと思った横からベイリーがねスルスルっと上がってきましたね、もう機関車のように来ましたから ね
勝ったのはフレデリクスです。そしてその後にミッチェル、ベイリー、さらに日本の朝原が4位で、朝原のタイムは10秒19ということです。立派ですね、はい、10秒19が出ました。朝原日本記録は10秒14です。それには及びませんでしたが10秒19正式なタイムです。10秒19が入りました。もうこうして見ますとちょっとルイスもですね、はい、走り終わった後ちょっと足を気にしてましたね、やはりその切り傷という情報ではありましたが少し万全の状態ではなかったようです、そうですね、左足の親指大事なんですね、親指って、はい、走るときにで最後の力がですね、伝わる場所ですから、ですからそこが負傷してるっていうのはちょっと彼ちょっとかわいそうでしたね、まあ、しかしルイスをこの国立競技場で見るのもこのレースがもしかしたら最後かもしれませんから、そういう感じはいたしますね、はい、ルイスワンショットでカメラも捉えております、しかしレースは投げてませんね、はい、非常にこれはもうこの姿勢は本当に我々学ばなきゃいけないと思いますよ。今日のこの TOTO スーパー陸上は走り幅跳びではなくて 100m にエントリーしてきましたカール・ルイス、ベテラン35歳、来年がこの人の現役競技生活の最後と聞いておりますが、まあ、オリンピック世界選手権の場に姿を見せることはもうありません。カール・ルイスは6位です。10秒37、6位、見事な6位、ファンを引きつけた6位とこう申し上げましょう。さあ勝ったのが最後渡部さん、はい、フレデリックスだったらですが、このフレデリックスは 200m でもマイケル・ジョンソンにオリンピックの後で勝ったりしましてね。そうなんですよ、ですからもう非常に年間を通じてですね、はい、非常にフレデリックスはいいシーズンでしたね。そうですね、はい、その締めくくりにふさわしいレースをしまして10秒02でフレデリックスが勝ちました。ミッチェル・ベイリー、朝原10秒19で4位、井上10秒36 5位で、その後にカール・ルイス、ルイスの前に日本勢朝原、井上が入ったという今日の TOTO スーパー陸上最後の種目男子 100m でした。来年は世界選手権がありますが、これ、100も、まあ、200もそうですけれども、はい、分からないですね。そうですね、まあ、この短距離に関してはですね、はい、今のところ誰が勝つかは分からないですね、はい、まあ、オリンピックもそうでした、ですから来年の予測をしなさい、これは、ね、はい、不可能なことですね。なるほどね、はい、まあ、しかしこの日本の朝原にしても素晴らしい走りを見せましたが、ドイツに留学したりして、この人もこの後、いわゆるシーズンのオフはまた海外での武者修行というような形を取るそうですが、そうですね、もうすっかりスプリンターとしての朝原が、イメージが定着しそうですね、はい、日本にもファンの多いカール・ルイスです。やはりルイスが観衆に応えて握手で笑顔で応えておりますが、さて今日活躍しました走り高跳び女子のコスタリノーワ選手、それから男子 800m のキッケテル選手に TOTO から特別賞が贈られたようです。 TOTO の新海義弘副会長から TOTO 特別賞としまして、TOTO アルカリイオン水生成器アルカリセブンが贈呈されました。金メダリスト、銀メダリスト、どういうの対決でしたが、この人、ナミビアのフレデリックスがこの国立では勝ちました。おおお、ベイリー、スパイク、オーバントルマイ、ここまで放送席まで届くといいんですけど、欲しかった、ね、有森さん、欲しかった、欲しかった、私たち有森さんの靴も欲しかったんですけど、いやしかし、最後、大いに沸かせてくれました 100m の主役たちです。さて放送時間の方が少なくなってきましたが、フィールド担当の田原さん、はい、いやまだまだ本当にこの会場の中には興奮が残っているんですけれども、まあ、坂本さんと吉田さんに今回、まあ、フィールドに特に焦点を絞って伺いたいんですが、感想はどうですか。そうですね、これだけのスーパースターが揃った中でですね、はい、もう少しじっくり 見たかったかなという面もありますが、さすがに世界のですねトップレベルのいい跳躍が見れまして、はい、今日は非常に良かったと思います、はい、吉田さんはいかがですか。はい、まあ、今日ですね、投てきとしては非常に成果がありましたね、というのは上が 78m32 と来年のユニバーシアード、それからシドニーに明るい日差しが見えると、
そうですね、はい、これからその跳躍とそれから投擲の種目どんどん日本選手の頑張りを期待したいところです。さあ今日たっぷりとお楽しみいただきましたがゲストの有森裕子さん、全体的な感想としてはどうですか。そうですね、海外の選手に特に精神的な強さとかのタフさをすごく学んだなというか、体格的なものもあるんですけれども、その全てのカバーはやはり精神的なものかなと思いました。まあ、オリンピックが終わってじっくりと休む選手、あるいは頻繁に競技会に出てくる選手、いろんな過ごし方があるみたいですが、 そうですね、それぞれの自分の型っていうのをなんか持ってるような感じしますね。そうですね、やはりいろいろ、まあ、後の環境というものが違いますから、すぐに出てくる選手というのはやはり強いんじゃないかなと思います。今日は本当にありがとうございました。またこれからも活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。さあ渡部さん、はい、まあ、本当に言葉がないぐらい最後大いに盛り上がりましたが、いい試合ですね。そうですね、これはね、毎年ぜひ続けていってもらいたいですね。ルイスをずっと見続けてきたという渡部さん、最後6着でしたが、ルイスも良、ね、かったですね、はい、私も安心して引退できますそんなことをおっしゃらずにこれからも活躍してください、はい、ありがとうございます。東京スーパーリング96、この辺りで東京の国立競技場からお別れします。皆さんさようなら。